皆さん、こんばんは。今日はですね、私が地元で起きた話をちょっと、してみたいと思います。まず子供の頃はよく通学路で通った洞窟なんですけども、それが山の中に結構あって、まあ近道なんで子供たちはよく行くんですよ。でそれで、まあいざ大人になって先輩と一緒に昼間行ったんですけど、まあ短いね、30メートルぐらいのトンネルです。まあ昼間は普通に小鳥の鳴き声とか聞こえて、まあ普通に普通なんですけども、で夜になって、まあなんかふと一人で行こうかなと思った。まあ30メートルの短い洞窟なんでですね、普通一人で行っても大丈夫かなと。まあちょっと雨も降ってましたんで、雨がちょっとポツポツ降って、なんか雨 の雨音がして、中入ってたんですよね。入っていってポタンポタン言うんですけども、まあ、別に雨降ってるから不自然ではないです。でそれで行った時に、なんかあちょっとなんか夜の洞窟なんでちょっと長く感じたんですよね。あちょっと怖いなと思って、でそれで帰ろうとしたんですよ。そしたらなんかこう、さっきまで雨音だったポタポタっていうとか、足音でカッコ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 って聞こえたんですよ。でそれはさすがにちょっと帰るわけにもいきません。ちょっと僕もびっくりして前に逃げました。前に逃げようと思った時に、足音がもう早くです、カタ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 と。それで肩を叩かれて、だからもう振り返るわけにはいきません。ちょっと振り返ろうと思ったら、白い影がうわっと男の人の顔がうわっ出て、すごい、その時なんか戦争で防空壕にもなったんですかね、その洞窟は昔。でそれで、ああ、もうどうしようもなって、体が金縛りになって、うわっとあって、なんとかそのまま前に走って逃げれたんですけども、雨すごい強かったです。ですけど、その次の日、洞窟が潰れてたんですよね、本当に。いや本当にそれはもう霊が通にその洞窟を通るだよと、そういうふうに語りかけております。本当それから同じ夢を何回も見て、私は今でもちょっと怖い思いをしました。